なんだ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 助けて壊れてる助けて助けて誰か助けて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 やだ誰か追ってきますやだ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 死にたくないまだ俺は死にたくないんだイボサ来いドリクロムラサキドリクロムラサキドリクラ緑青紫ドリ青紫ドリ青紫あれ早く戻りすぎてもあれだから。いいよ。とか。白。早いね。はい。早い。見つけました。死体の位置が、ロアエンジンと、ロアエンジンと、エレクトリカルの間、ちょうど境目あれ、俺今ロアエンジンいったけど。の下ぐらいで、で、僕がエレクトリカル、リアクターの前ぐらい、俺、宝さりついてったんですよね、結構。あ、後ろ、この後ろついてってきてたの俺、ちょっと全然見えない。見えてました、僕。僕、宝さんがうっすら見えてて。ああ。それで、まあ、宝さんが前にいるから大丈夫かと思って、で、リアクター鳴り終わって降りたら、死体があったって感じです。じゃあ、昭和助さん、昭和助さん目線、宝さん無理ってことね。宝さん無理ですね。あと先端無理かな、俺視点は。先端だと誰だ？リアクターいたの人って誰だっけ？俺が一番乗りで。あ、そうだ。はい、俺が、赤の、あ、赤じゃ、すいません。黄色のレプチンが一番乗りで、で、誰も来なかったんで、ちょっと待ってたら、黒のラフさんがアップエンジンから来たんですよ。なんで、はい、僕たちは無理だと思います、黄色、赤、ピンク、水色。はい、赤もいたよね。あれ、いなかったっけ？いたいた。緑ドズルと青ゆとりさんは上から来て、お互い白照明できます。はい、できます。はい、で、あと、じゃあ、砂溜め白照明したいんですけど、アドミンずっと見てました。ナビゲーションで直前までずっと1ってのが浮いてたんで、私と、ああ、じゃあ、オラフさんが1人浮いた。今ので。あ、パイさんじゃあれ？いや、パイさんが浮いた。今喋ったのはパイさんじゃない？いや、オラフさんが浮いたってことじゃない？スナッパイさんがナビゲーションに1位いたっていうのをこう言ってるんだったら、私はずっとアドミ見たんですよ。オラフさんは浮かないですよ。オラフさんはリアクターね。最速組。そう、僕が最速で、黄色のレプチンが最速でついて、その後オラフさんがアッパーエンジンから来てるのを見て、一緒に止めに行ったね、はい。ごめんなさい、じゃあ勘違いしました。まとめますね、まとめますね。はい、おそらくリアクターが鳴ってる最中に下から行った人物、もしくは終わった後、下に抜けた人物のどっちかが犯人ですね。はい。うん、あ、スキップします。もう一回ちょっと整理するか。黄色、あ、で僕がしょぼさんに入れました。ちょっと疑ってます。あ、オッケーです。ちょっともう一回押しましょう。じゃあしょぼすけさんとスナパイさんが押しましょう。対策しよう。キャラクターかこれ。あの、はい、僕が、はい、押しました。はーい、素晴らしい。じゃあ僕が整理していいですか。はい、お願いします。お願いします。まずレプチンさんがリアクター最速、2番目オラフさん、はい、3番目僕、はい、で4番目が高田さんかな多分。はい、高田さんの後ろに僕です。はい、でしょぼすけさんっていう順、うん、だから、うん、はい、一応高田さんまでは、犯行が不可能。そうですね。多分そうなると思います、うん。あ、いや、高田さん戻った可能性もあるか。まあ、いや、一旦俺リアクターの中まで入ってて。なんか、ずっといました、最後まで。最後までいってる。他の人は見た。あの、多分真ん中のタスクやってるのを確認してる人物っていると思う。出てくときにピンクいたの確認してます、ね。あ、高田さんいました。はい。あ、じゃあ大丈夫ですね。ここ、白で、待って、で、ゆとりさんと、のぞるさん。青緑。青緑。オフカです。
上から来ました。上から来たから。はい、僕そのままリアクターいました。のを見てます、はい。で、スナパイさんがナビゲーションに、行ってるのも私見てて、それでアドビンがついてるっていう話なんで、一致して。なんで私リアクターが、あの修理が直ってもまだずっとアドミン見続けて、ずっとナビゲーションが1でした。なので、あ、これ死体だと思ってナビゲーションに向かっていく最中にビーってなったんで、あ、じゃあもう物理的にスナパイさんが無理1です、ナビゲーション、はい、で私そのナビゲーションに1っていうのが先出し情報なんで、あのさすがにそのアドミン見ずにナビゲーション1いましたよねっていうのはさすがにリスクが高すぎる発言なんで、まあ、これはアドミン見たのは信じてほしいかな。でゲインさん、その情報出す前にでも死体の位置は言っちゃってませんでした？だからスナパイさんがナビゲーションにいるっていうのってアドミン見ないと分かんないことなので、ね、死体の位置がいるから、うん、でつまり私はそのスナパイさんがいる時にアドミンにいたっていう証明になるかなと思って。あ、なりますね、なりますね。なんか消去法でセルフしかない気がしちゃうんだけど。ゲンさんはの目撃情報は、うん、まあ、うん、あれちなみに上から来たのってドズルさんとゆとりさんですか？あ、そうです、はい。オラフさんもアッパーエンジンから来たから。オラフも上から、はい、うん、僕たちより前ですね。はい。セルフ。まあ、とりあえずリアクターでゲンさん目撃されてないってことだね。いや、僕じゃないですよ。え？黒、今の言い方。まあ、追放しちゃってもいい気もするけど。黄色爆流ゲッダー。はい、ちょっとあのキルクールタイム消費っていう意味で、はい、押しました。でごめんなさい、整理もう一回させてほしいんですけど、リアクターにじゃあロアエンジン下側から行った人の一番最後って最後尾って誰だって、チョボスケさんでしたっけ、それが。僕は高田さんの後ろについていってます。で高田さんの前には先端さんとか、レプチンさんとかオラフさん、高田さんがリアクターの中入るのまで確認してて、でその高田さんがリアクターの中入るのを見たときにちょうど鳴り終わったから、じゃあ僕もう戻るかと思って、うん、で降りたときにこの死体があったって感じですね。っていうと最後尾のしょぼすけさんに見えちゃうけど、一応じゃない可能性を追うならば、リアクターを出た人がキルして、でもしょぼすけさん追い越してるはずですよね、うん、いやリアクターに一回みんながごちゃってなった後に一番最初に出た人、うん、ああ、しょぼすけさんは、しょぼすけさん自身がそうリアクターに入っていないという証言になってるから、今そうですね、僕はリアクター入り口まで追い越さないとダメになるよ。あ、リアクター入り口まで行ったんだ。そう、はい、追い越さないとダメになっちゃう。うん、ってことは、リアクター入り口まで行って、うん、でそのなもう結構もう鳴り終わったじゃないですか。もう宝探せた時には結構終わってたんで、もういいかと思って戻ったって感じですね。僕は右側の助けやりたかったんで。みんながいる前にベントで入るとも思えないしな、ベントでロアエンジン移動するとも。さすがにそれはないので。あり得る。リアクターの中にゆとりさんとドズルさんが入ったのってみんな見てるんですか？あ、全員すれ違ってますよ、入った時。私たちもう何だと終わってから入ってて、高田さんと重なってロングタスクやってました。高田さんがいたのは確認できました。自分下のスイッチ押しに行ったんで、でオラフさん上のスイッチ押しに行って、で高田さん真ん中のなんかタスクやってたんで、はい、緊急じゃないやつだから高田さんだけは確認できましたけど、あとごちゃごちゃしてました。でも確かにあの3、4人もっといたかもしれないですね。まあ、ショースケじゃない説を追うんだったら、スナザメ、スナパイとかも。そうだね。そこで、例えば、スナザメさんがスナパイさんにパスを渡して、物理的に一番遠い場所にいたか。あ、でも、スナパイさんが、ナビゲーションにいるの、私が証言できます。そうですね。ゆとりさんが言ってます。だから、まあ、多分、そのリアクターのごちゃっとした記憶違いをなんか、二郎が多分、うまいこと証言合わせてんだろうなっていうふうに感じちゃいました。二郎が合わせた？なんだそれ。それは追うの不自然じゃね？言わないけど。説明時間かかりそうだな。んーしゅ。んーしゅ。なんかもう説明時間かかりそうなものはもう、なんとこ。
いいね。お、なんだ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 助けて壊れてる助けて助けて誰か助けて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 やだ誰か追ってきますやだ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 死にたくないまだ俺は死にたくないんだ身代わりになってくれなんだなんだ怖いはい、ミュート解除します。砂溜め発見しました。はい、スナパイさんがアドミンのあのダウンロードのところで死んでました。これで砂溜め砂パイ説はないね。ね。まあ、だからまあリアクターで多分2浪いてアリバイを証明し合ってるのかなっていうのが濃厚かなと思ってます。うん、それの思考はやめた方がいいですね。どうですか？で、その砂溜めさんのそのアリバイを証明し合ってるじゃなくて、うん、シンプルにもっと考えて方が良くてアリバイ証明しちゃってる人はいませんってなると、うん、っていうことはセンターさんからすると私しかなくなっちゃう、ね、違う違う違うだから素直にしょぼすけさんってなってほしいってこと。あいや僕じゃないです。了解です。僕今回センターさんにぴったりくっついて、はいはい、真っ白証明したくてもずっとセンターさん超ストーカーなんですけど今じゃないですよね。1個前ですよね。あ今今いや今マジでセンター今はもうドズルさんとかが見てて思ってたのに僕はチョボスケさんから逃げまくってましたずっと逃げてるって言って失礼な俺はセンターさんまあからもう本当に信頼してほしくて僕を初手さリアクターなった時下直した人って誰俺はあのレプチンです。あ黄色です。一応ありえるとしたら下直して速攻ベント入ってロア側に抜けて殺して抜けてすいません。スナパイさんの話しませんかであれば今日はあれスナパイさん死んでるの？一応オラフさんが何か言ったか。あ、はい。なんかあの僕レプチンさんとくっついてロアエンジンの方行ってて、はい、でロアエンジンの方行った時にレポート押せたんですよ、はいはい、だからレプチンさんは絶対に犯行は僕目線無理で、ああ一緒に目撃しに行ってたってことね死体を、はい、でレプチンさんは目の前に、うん、あのしょぼすけさん見てないかなと思って、うん、いやしょぼすけ言いましたよ。あレポートその時ってなってましたかね。いやレポート見たかったです。俺普通にロワエンジ行った時にあもう報告入ってまあまあオラフさん視点でレプチンさん無理ってことは分かれば十分なんで、はいはいはい、ちょっと誰かスナパイさんの殺害も話したいからボタンを押してほしいかなっていう。で砂溜めも押しちゃったしもし誰も押さなかったら私しょぼすけさんについていきます。押しましょう押しましょう、はい、全員で押しましょう。タスクせずに、うんコミュ対策しとこう。スナパイさんの話だけにしましょう今日は。はいはい。コミュニケーションでしたっけあれ直前のやつって。コミュニケーションもなってました。まあ、いいや。アドミン多分最終目的がアドミンのしかもダウンロードやってるのを見ましたスナパイさんに。僕はなんでかというとしょぼすけさんに殺されるのが怖くて最悪スナパイさんに盾になってもらおうと思って重なってました。身代わりになってもらおうと。そう。いや俺本当にもうだから。まあ、いやでそれが何が言いたかというとスナパイさんを最終目的した位置もアドミンでその瞬間停電が鳴ったので僕とオラフさんは停電を直しに一緒に向かいました。僕視点はずっと重なってました。ゆとり証言もあります。ゆとり証言停電した時にセンターと俺重なって一緒に行ってます。え？3人重なったんですか？先端俺はずっと先端を見てました。僕は見てます。ショボスさんと先端がずっと追いかけっこしてるのをずっと見てて、アドミンで消えた時に俺は先端と一緒に行ってるんで、先端視点から見えてないっていうのはもうラグなのかなぐらいにしか思ってないですけど、う
まあ僕は一応見てない。僕はセンターさんでピタピタしてたんで、センターさんとオラクさんくっついていってるのは僕見てますよ。僕はしょぼすけさんを見てないです。その瞬間はね、それまではずっと一緒追いかけられてたけど。しょぼすけさん見てないですか？俺そんな影薄い？いや、まあまあまああれ、停電中センターさんが固まったのはオラフさん。そう、だから僕が、あのオラフさんは無理ということだけ、一方的に言いたいだけです。はい、で僕は一方的にセンター見てるんで、センターが無理っていうのをじゃあ一方的に伝えた、うん、で、他の話ドズルさん、レプチンさん、高田さんあたり、僕は左から来ましたね。誰か証明できるかな。高田さんが左に抜けていくのを見たんですけど、左に行ったの間違いないですか、高田さん。これ最終位置リアクターで、多分ドズルさんとすれ違ったような記憶はある。そうですね、なんで僕左から来ました、はい、うん、レプチンさんは、俺は、1個前の停電の後にストレージ行って、で、あのカフェテリアの方行って暗くなったあたりなんで、まあ、じゃあアドミンに近かったらじゃあ違ったんですけど、アドミンには入ってないですね。まあまあ、しょぼすけさんと砂ザメではペアになります。はいはいはい、チョコペアでいいのかな。いや待てよ、そこペアでいいのか。ツナパイさんがコンビをずっと追ってたのはしょぼすけさんが相方だからっていう線はないか。あ、バグってる。あら、おミートが遅い。あ、僕手動で、そうそう、手動でやってます。はい、あ、なるほど。パターンですかね。電車死んだかと思った。はい。止まってるのはこれは。いや。あ、今ね会議中です。僕が押しました。誰も死んでないです。あ、なるほどなるほど。あ、すいません。ちょっと俺あの、うん、アドミンの部屋で固まってます。あ、OK です。ちょっとペアが怖くて。いや、いいね。さすがやわ。理由が。砂ザメさんが素直にしょぼすけさんにたどり着かなかった思考がちょっと不自然だなと思ってて。あ、でいいですよ。であれば砂ザメセンターに行きます。全然どっちでもいいです、私は。まあ、今日この時間ペア決めにしちゃいましょう。もうであればそれで砂ザメセンターになるのもちょっと不自然だな。砂ザメさん視点、しょぼすけさんが怪しくなるはずだから、しょぼすけセンターの組み合わせ先日、まあ、あんまり言わんとこ。何を言っても泥沼。いや、ごめんなさい。これ言わんとこ説明長くなるから。で、僕、しょぼすけさんと、はい、じゃあ動くで。あ、了解です。先端さんとしょぼすけさんですね。うん、まあ、村が納得だったら全然それでいいっす。てか、もう釣っちゃう、もうそれか釣っちゃうでもいい。俺は投票しようっと。やめてください俺じゃないっす俺じゃないっすじゃあ、ごめんなさい、俺あの、隣のもっと。違う、違うっすよ。マジで本当じゃないっす、本当カットなってて俺投票できないです俺。本当です。じゃあしょぼすけさん、しょぼすけさんに入れるかスキップで、でスキップの場合は僕としょぼすけさんペアで、しょぼすけさんを釣った場合は僕と砂ザメさんペアで。今日最後の試合なんですよ。はい、まあでももうちょっと生かしてください本当に。今みんなが優しいかどうかで。じゃあ、砂田さんとペアになるかな、これは。まあまあ、でも、砂田さんとのライン、本当だったのこれ。まあまあまあ。あじゃあ、ペアに。いや、これマジで僕じゃないんで、ね、ちょっと砂田目センターね。砂田目センター、砂田目センター。マジかけてないっす。あれ、飛ばす。今日の血液型ランキング第3827位は、ごめんなさい、オーマイナスのあなた、オーマイナスのあなたはかぼちゃパンプキン頭の男を疑った後、なんかいい感じの空気になりつつも
急に殴り合いに発展して殺されちゃうかも。ラッキーアイテムは防弾チョッキ。誰かし、あ、誰も知れん、誰も知れん、え、あ、うん、あ、ショボスケ結構飛ばされたんだ。オラフさんが死んで、オラフさんが死んでますね。ダダメさんは無理です。はい、ドズルさんも無理です。ドズル、ゆとりさん、先端さん、砂ダメさん無理って感じですか。はい、そうです。あ、じゃあレプチンさん投票しちゃおうかな。なんで俺なんすか。いや、俺もなんでそうならない。まあ、高田さん目線だとレプチンさんになるし、レプチンさん目線だと高田さんになるってこと。いや、でも高田さん違うんじゃないかな。どこで死んでるかがわかんないんですよ。一応、ドズルさんとゆとりさんはずっと、ずっといました。ずっと LINE が繋がってるんですよ、初日から。一応ね。あ、そうですね。はい。ああ、そうなのか。一応ね。まあ、ただ、今は、先端さんと砂染さんとめっちゃ近くにいて、同じルート行ったんですよね。うん、ああ、確かに。あ、リアクターいたのってこの4人だっけ。はい、そうです。はい、あ、じゃあ、なんで、今の犯行には絶対無理だと思います。いや、オラウさんがどこで死んでたかわからないんで、俺は、高田さんじゃないとも、そうだとも言い切れないです。じゃあ、ローラーしちゃうか。ああ、ローラーでも。ローラーで大丈夫ですかね。二ローラインは追わなくていいですか。誰、どことどこですか。ゆとり、ドズルのですか。いや、違います。どっちするか順番大事ですよね、おそらく。ただレプチンさんまだボタン押してないはずなんで、高田さんが今押してるんで、高田さんからつっちゃえば、レプチンさんと、あとボタン押してない人誰ですか。僕押してないと思います。お、あ、じゃあドズルさんとレプチンさんが宅前で、あれ押してないですよね。僕押してないです、多分。はい、高田、レプチン、ローラーで、私目線の負け筋は、うん、あ、でもそうか、ドズルゆとり二郎は、まあ、今のオラフ殺しができないのか。はい、絶対に。それしたら、一応最速、ショボスケさんが人外じゃない時の二郎残りの3キル1分以内があったんで、秒数数えてリアクターが終わった後の1分以内ペアで押してる。うん、まあ、じゃあ、今日はレプチンさんするんだっけ、誰でしたっけ。いや、高田さんで、高田さんで。高田さん了解。はい、高田さん。3キルは無理だから。じゃあ次レプチンさんローラーします。はい、ドズルさんが押していただければ。タスクはもうしなくていいです。タスクはレプチンさん残ってるんですよね。レプチンさん多分ボタン押さない。全員押しましょう、全員はい、これで盤石のはずなんだけどな。ちょっと待って、まあ、うん、うん、まあでも俺本当に一応忘れるんで、うん、まあ、村のためなら全然いいですけど、はい、高田さん、いや一応っていうかもう、はい、オラフさんいなかったですよね、リアクター。いなかったと思います。どこか分かんなかったですね。私の先端さん、砂染さん、二郎はないですか。あれで初日の犯行が不可能ですね。いや、そう、私はショボスケさんが発見した時、まあでも砂染さんと砂パイさんがつながっててれば、そうですね、ちょっとリアクターの私、ロングタスクやったんですよね。その間に一瞬先端さんが離れてオーラクさんをみたいなことを、僕もロングタスクやってました。はい、こうやってた。ただ一郎は、あ、いや、ロングタスクやんなきゃよかったな。じゃあ、一応終わらなかった時のことを考えて、うん、ボタンを押しましょうか。誰が押せます。全員で押せばいいと思います。あとはドズルさんだけかな、押せるのは。ってことは僕押せます。はい、砂染さん押しましたっけ。私押しました、確か。僕も押せますけど、僕このターンで死ぬので。まあまあそうです、うん、そうですね、はい。レプチンさんで終わるはずなんだけど、終わんなかったらもう私がニコイチの時に見逃してたっていう、あのロングタスクで先端さんを見逃してたっていう、多分ことなんだろうな。鳥さんとゼルさんの二郎で、ちなみに私はそのロングタスクリアクターでやった時に、あの先端さんを正直その間ちょっと見てないかったです。逆に言うとドズルさんってロングタスクやってる時に、ゆとりさん、うん、ずっと視界に捉えてました。ゆとりドズルの二郎っていう話です。アッパーから降りてきてるんで、その目撃があるはずなんですけど、 そこは言われてないので、
なんとかないってぐらいなんですけど、いや怖えー、これレプチンさんで終わんなかったら怖えー、頑張ってください。え、どういう意味なんだろうそれ。いえ、オラフさんがいたらやばいな、リアクターに。いや、よかった。あー、よかった。うわ、怖かった、今。今、ヒヤッとしましたね。ヒヤッとした。ロングタスクで確かに視界から外れたんだよな。俺が投票できないときに翔坊介死んだの？翔坊介？俺は死んだよ。相方が投票できないときに。え、何票差ね？いや、もう圧倒的に随分差で。じゃあもう、もうさよならだ、それは。レンなんですけど、レプチンさんって翔介さんがゲン殺したときに、はい、その上におられたじゃないですか。俺本当に分かんなかったです。あ、どのタイミングで殺したのか見えてなかったです。分かんない。なるほど、そういうことか、はい、帰ったタイミングでですか、セルフ即レポですか。帰りで殺したんですか、あれ。もうロアエンジンの右下で本当にその場でズバッてやられたので、はい、ズバッてやられたな。エレクトリカルの中で殺してベント入りゃよかったな。なんか現目線だとレプチンさんに見つかりそうだから翔介さんがもう急いでレポートしてる。あ、そうなんだ。結構白で置いてたんですけど、でその後ちょっと霊界でスナパイさんと話してたら、はい、声色精査でレプチンさんは来るだと思うって言って、本当にレプチンさんは来るなんか声の精査ってそこちょっとお聞きしたい、スナパイさんに。あの2回ほど説明しようとしたら、うん、あのローラー始まっちゃって、うんうん、ボットでミュートになっちゃったんですよね。あのドラゴンボールのフリーザのナメック星編ぐらい進みが遅かったんですけど。あ、長いです、だいぶ長いやつですね。あのレプチンさんってスナパイが死んだ時の話をしましょうってなったターンで全員の行動を洗おうってなったじゃないですか、うん、はいはいはい。その時にあの自分やってないはずだから多分自分の行動って100説明できるはずなのに、ちょっとよどんだなと思って、もしかしたら弁当とか入ったりなんか人に見られてない行動しちゃってたのかなっていう、うん、そう、ちょっとそこしょぼすけど噛み合わなくて、俺そう弁当入ってたんですよ、俺アドミンの弁当に入ってて、でそしたらその残ったスナパイさんをしょぼすけ殺したんで俺出るに出れなくて、右に逃げようと思ったら今度右に今度スナザメさんがちょちょちょってとかで歩いてて、ああそうですね。まあもうこれ動けねえと思って、多分こう説明できない行動してたんじゃないかなっていうふうに受け取りました。俺に話振るなよって思いながらみんなに、レプチンさん何してたんですかって言われないようにと思う、願ってましたね。悪いがゆえに積極的に出さなかった。そうそう、高校になればその後だ、なんだみんながここにいます、ここにいますって言えば、じゃあその空いてるところにしようかなと思って僕はそのカフェテリアのっていう話しました。はいはい、うん、やっぱり最初のキルダメだ。あれ初日のその原産キルって一番最後尾だったしょぼすけさんがそのままずさ、そうですね、そうですね、もう早めでキルしないと話進まないなのは今日はと思って、はいはい、あでリアクター直してリアクターから原さんが出てきたところをひょっ、いやリアエレクトリカルからゲンさんが出てきてくれて、これはもう殺してくださいと言わんばかりのポジションだったので、はいはいはい、あ、じゃあリアクターになった時にリアクターに向かったロワインジン組は実はゲンさんもいたってことだったのか、最後尾のあたりに。まあ最後尾は私リアクター行くにほぼなかったんですけど、ね、まあリアクターエレクトリカル出て左行ってるゲンさんを見かけたからもうこれやろうと思ってやったら、うん、すぐに上からレプチンさんのオラフさんが来て、いやこれ俺逃げるわけにもいかないよなーと思って。なるほど、そうで、ああなるほどなるほど、そういうことか。いや怖かった、最後なんかやったら二郎のラインが、確かにちょっと怖かった、ヒヤッとしましたね、はい。あれちょっと組み直しとってよかったな。まあそんな砂波さん疑ってはなかったんですけど、もうめちゃくちゃケアで、いやいいボタンだと思った。いやー、うん、嬉しかった、めっちゃ褒めてくれた。俺も押そうかと思ったよな、押してくれたからわーっと。いやー、先端さんでぴったり張り付こうと思ったら全然先端さんが僕のことを受け入れてくれなかったんですよ。僕あれ助けてくれー、殺されーって言いながら、身代わりになれ、俺の身代わりになれって言いながらいろんな人つにくっついてた。なったよ身代わりにさ。見事身代わりになってくれた。なんか丁寧あの身と寄ってキルしてっていうことだったそうですね、あ違う、停電の時は停電の時はもうごちゃごちゃってなってたからいけるべと思ってやりました。あれもしょぼすけさんがやって、うん、なるほど、まあ、ほぼほぼしょぼすけさんの犯行っぽかったから他の話に全然、ま、回せなかったな、時間的に。まあ、確かになんかセンターさんに言われた時に、ああなんか多分私セルフレポートをする人ちょっとやや白置きしちゃう癖があるなっていうのに自覚しました、言われた後に。そういうことか。
あれが単純にあの自分の思考の癖だなっていうのが無意識にちょっとそう考えちゃう癖があって、うんね、あそういう考えもあるのか。そのいや、まあ、あんだけリアクターに、ねはい、でレプチンさん視点だと前を4人歩いてたっていう話だったんで、うん、それで殺してセルフってみたいなっていうちょっと白置きをしちゃって、うん、状況証拠的には全くおっしゃる通りですね。後ろにあれだけいたらセルフするメリットって本当ないです。セルフだってもうこの後すぐまた U ターンした組側に戻見つかっちゃうので、うん、ってことはその U ターン組の中になんかその記憶の曖昧な部分でアリバイ証明し合ってるのが濃厚かなっていうちょっと思考ロック的なものが入ったのかもしれないです。思考の癖というか、うんうん、なんかこう客観目線だとそのなんてお互いアリバイを証明し合ってる二郎がいるっていう主張が先に出てたから、うん、でかつ最後も言ったけどアッパー側から言ってるってその結構序盤に二人ともが言ってたからドズルさんとゆとりさんが、うん、だからそれの証明の仕方はあまりにも厳しいからでそこしかないからでそれをなんかこうスナパイさんから指摘されたら自分の中でスナパイさんとナビゲーション位置にいたんで結構納得なんですけどそのごちゃっとしたリアクター組から言われるとおっなんかそういうごまかしみたいななんかもう変なもうなんか悪循環にいっちゃったっていう。まあまあでもあの一旦ねしょぼすけさんをしろって置いちゃうんだったら全然それは確かにあって次に出る言葉としては確かに納得だなと思いました。でまあとはいえそのセンターさんに言われて初めてあ無意識にそう考えたことを自覚したっていうターンでは、うん、でもスナパイさん切るのおかげでスナザメさんが極めて白くなるっていう、まあ、まあまあまあ副作用もあるわけなので、そうですね、別に特別悪い動きとは私は思いませんでした、うん、疑ってなかったですけど一応組み直しって形を しときました。私も自分が白くなれば何でもいいやって思いながらあの時スナザメさんとしょぼすけさんが一緒に行動してて別の人を殺してとかなるとちょっとあれだなと思って明らかに違う人物と組みたかったから僕いやー最後クルーメイトできてよかった、うん、ちょっとやばいですね4分の3 4分の3です、ね、すごい最後はちょっと、ね、なんか声も気持ちちょっとハキハキしたかもしれないちょっとテンション高かったっすよ、ね、最後ちょっと上げ上げでしたねいや全然いいっすよペアいいっすよペアみたいなちょっと食い気味の感じで最後は行きましたね。いやでもうまかったです。なんかちょっと最後までヒヤヒヤしちゃいましたレプチンさんのもうこれは勝てねえだろうなと思ったんでみんなかき乱してやろうと思ってあ、うん、もう最後の最後までドキドキさせてやろうと思って頑張ってくださいっつってあの弱気な頑張ってください よかったけどね。うん、うんいや俺もでもちょっとしょぼすけにばっかりキル任せてちゃってたんでねちょっとね俺もちょっとキルしてれば場面変わってたかなって。なるほど。いや難しいっすよねインポスターもなんか、ね、本当に一本の線を辿らなきゃいけないから、うんうん、まずねやっぱ先端さんとかそのアパイさん殺さないとまた言ってる今日初めて高田さんもね鋭いところから高田さんもね、うん、やりたい方法に入ってアドミン寄る人多いなこの村今回思っなんかあんまりアドミンってそんなに寄らないんですよねカードスラッシュやった後って僕はもう砂サメさんがアドミンリップキルするんですよって言った瞬間アドミンめっちゃ言ってますよあえてあえてだいたいあのダウンロードが発生するまでってなかなかアドミンに寄らないのでカードスラッシュ終わっちゃったらだからとはいえみんな地図見にアドミン寄るからやべえなっていうのをこの村で思いました。やっぱ初手ですね初手がなんか容疑者ふわっとできるとだいぶ楽ですね。うん初手乗り切ったら結構インポスター勝てそう。うん初手だけだよ本当難しいマジで難しい通んなかったらもう本当に最速で追放されちゃうしだから僕なんか逆にえこれなんかあれ意外と生き残れてすげえと思ってるやってましたえあれで俺釣られないんだと思ってそうですねいやキルするはずがないっていう考え方しちゃったんですよね。あの、ゲンさんあんな分かりやすいキルをするわけないという、うん、逆に僕が。まあでもね、結果的に消去法で残る、しょぼすけさんしか残ってなくないぐらいだったから、僕も、ね、わざわざセルフレポートしに行ったわけですから。そ
ですね、状況的にはねかなり白かったですね、うん、別の浮き位置がいたら多分そっちが釣っちゃってたかもしれない。そうですね、そうですね、うん、ですね、うん、まあでもまあ、プランにはされたような気はしますけど。ああ、まあ、そうですね、うん、まあ、結構細い糸でしたよ。砂爪さんがアドミンの情報出さなかったらスナッパイが浮き位置ですから。ああ、そうだ、あそうだ、ね、あ、でもゆとりさんは、でもそれでも私が証言するんで、いやもう運が悪かったな、運が悪かったね。ゆとりさんがアドミン見てなかったパターンとかもありましたもんね。そうですね、はい。インポスターがで頑張れるところってやっぱりあんまりなくて、結構運は運だね、確かにちょっと運だと思う。ショボスケは運がないってことですね、じゃあ。そんな初日に結構単独行動みんなしてると結構いい感じ。この先配信人生どうやって生きていけばいいんですか。運ないな。運が強いと、まあ実力だけで生きてきてるからな、ショボスケさんは。すごいよな、そう考えると。運なしでこんだけすごい人になってるっていうのは実力でしかないからな。すげえよな。すごいな。あとでスパチャ送っときます。振り込み、振り込み。いや、そんな感じで。はい。終わりますかね。まあ、メリークリスマスということで。はい。はい、メリークリスマス。メリークリスマス。よろしくお願いします。まあ、良い、良いクリスマスを。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもでーす。はい。またやりましょう。